ジェリー・サックスはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州アレンタウン出身のユダヤ系アメリカ人。アイボブライアン・ノップスとのタッグチーム、ナスティ・ボーイズとしての活躍で知られる。1985年、バーン・ガニアのアワでレフェリーとしてプロレス業界に入る。その後、ブラッド・レーガンズのトレーニングを受け、1986年にプロレスラーとして、 正式にデビュー。先にデビューを果たしていた幼馴染みのブライアン・ノップスとナスティ・ボーイズを結成。あわや南部エリアでキャリアを積んだ後、1990年代より WWF や WCW に進出して各団体のタイトルを獲得、アメリカンプロレス史に残る名ックチームとして活躍した。1996年、無王のジアウトサイダーズとの構想において、 ホールの過剰ナイス攻撃により首を負傷して引退。WCW 崩壊後の2001年に一時的にカムバックし、ノップスとラスティボーイズを再結成して、フロリダ州短波の XWF 旗揚げに参戦した。2007年11月20日には、WWE スマックダウンのダークマッチに出場している。2009年11月、ハルク法案がオーストラリアでプロモートした。 ハルコマイリアツアーにノップスと共に参加。2010年1月からはティネに登場した。デビュー当時はノップスと比べて細身だったが、徐々に体重が増加して1992年頃からは、ほとんど変わらない体型になっていた。近年は初期の体型に戻っている。また、インタビューやスキットでは、ノップスよりも冷静に振る舞う場合があり、パンプハンドルスラムを はじめ技も多彩で技巧派の一面も覗かせた。しかし、向こうの強さは、ノップスに勝るとも劣らず、プライベートで、剣者ムロックと諌かいを起こしたこともあり、アーン・アンダーソンも彼の腕っぷしを認めている。ありがとうございます。